はい、というわけでどうも、マルトラです。今回はファンパレなんですけども、今日は五条悟使っていこうかなと思います。今回のイベントの新 SSR というわけで、まあ、満を持して登場した五条先生2体目なんですけども、かっこいいな。何回見てもかっこいいわ。まあ、なんかすごい髪の毛も揺らいでて、決まってますね、これは。あんだけ揺らいでんのに髪の毛崩れへんっていうね。ガッチガチにスプレーで固めてるんですかね、これに関しては。で、使っていくんですけども。今回の五条先生、夜属性ですね。初めて登場した夜属性新キャラというわけで、今まで全然ね、夜属性来なかったんですけども、今回でかなり強くなったんじゃないかなと思いますわ。まあ一応レベル97グレードマックスの、無凸で、使っていこうかなと思うんですけども、HP17300、体術5100、術式5000、必殺1100というわけで、まあ今回ちょっと体術系って言ったら、まああれなんですけども、普通のスキルが体術系が強いの、まあ必殺は術式なんですけども、今までの五条先生は、まあ、術式全振りやったんですけども、まあ、今回ちょっと体術が注目されてるっていうキャラクターですね。そんでコマンドスキルがレベル6、16、0消費して、体術 358% ダメージで、会心発生大アップ。で、体術 15% ダウン付与2ターンと、術式 15% ダウン付与2ターンというわけで、これに関しては、まあ、体術ダメージなんですけども、発生率大アップというわけで、これ、永続で、このスキルに関しては、会心発生大アップついてるというスキルですね。だから会心がもともと出やすくなってるっていうスキルなんですよ。んーで、デバフが2つ入るというわけで、デバフ結構ね、今全然使われていないんで、これまあ、なんていうのかな、今回の五条先生って、火力もう今の赤の五条先生をはるかに凌駕するぐらいの火力を望んでた人が、多いと思うんですけども、そういう方たちからしたらちょっとんーをね長く言いたいっていう状況だと思うんですけども、僕からしたらね、あゆえおのおーとうーとへーとえいでおへいなんですよね。僕デバフめっちゃ好きなんで、僕今回の五条先生結構好きなんですけども、ちょっと火力を望んでいた人からしたら、まああんまちょっと残ない性能にはなってるんじゃないかなと思うんですけども、僕大好きですね。うん、だからなんだかんだ必殺強いですけども、そんでもってレベル6、16、1消費して、選択した敵に被ダメージ 27% アップ付与2ターンと、与えるダメージ 10% アップ付与1ターンデメリット、ほんで自身に与えるダメージ 63% アップ付与2ターンというわけで、なんかダメージアップなんかすごいつくねんけど、まあ、とりあえず敵単体に被ダメージ 27% アップ、こっちが与えるダメージ 27% アップ、付与して、逆に、その選択した敵が、与えるダメージ 10% アップバフしてしまうんですよ、その敵の。だから、その敵から飛んでくる攻撃がまあまあ痛くなるんですよね。まあ、強者の余裕やから、うん、煽り散らかすんですよ。お前勝てるわけねえんけ言うて、クソ煽り申し込んだ結果、相手激おこぷんぷん丸なったって、そりゃそうやんな。そこはちょっと、五条先生大人なんで、ちょっと考えてほしかったんですけども、ただしかし、そのダメージ 10% アップなんで、まあ、言うてね、ビビたるもんなんで別にあんま関係ないんじゃないかなと思いますわ。んーで、自身に与えるダメージ 63% アップ。まあ、だから、被ダメージアップと当たるダメージアップ両方一気に詰めるので今手打ったんですけども、まあこのスキルはまあ大体必殺打つ前に、まあ発動したらかなりやれるんじゃないかなと思いますね。んーでもって、レベル5、これだけでレベル5なんですけども、ジロク1消費してブレイクダメージ量 100% アップ1回と、術式 283% ダメージ計4ヒットで与えるダメージ 12% ダウン付与いたんというわけで、まあ、これもねデバフなんですよ。今回五条先生めちゃめちゃ、補助系なんですよね。ほんでこのスキル4ヒット持ってるんで、まあ今流行りの会心が出やすいという、まあ、ギミックのも優秀やし、こっちに関してはブレイクダメージアップなんで、まあ、うまいこと使い分けができてるんじゃないかなと。体術系は、
アホほどダメージプラス、デバフ、こっちに関してはアホほどブレイクダメージ量ダメージっていう、なんか使い方によっちゃかなり、まあ、やれるんじゃないかなと思いますね。で必殺技が、レベル6、術式1555バダメージ、必殺カウント2減少で使用後離脱というわけで、ワンチャン赤の五条先生みたいに必殺2回打てないんですよね。打った瞬間に自爆するんで。ただしかし火力が1500っていうバグった火力持ってるんで、まあ一撃必殺の名にふさわしい、必殺ちゃうかなと思いますね。で7ターン自爆、7ターン無効、永続無効とやけど、まあ、これは、デフォルトでついてますね。7ターンで自爆すんのがやっぱりこの五条先生惜しいなと。これなんか10ターンとかになってへんかなとか思ったんですけども、やっぱり7ターンやな。この辺に関してはまあそのうち、まあ情報修正とか入るか知りませんけども、もし入ったら、10ターンとかにまあ引き上げされるのではないかなと、思いますね。使っていくんですけど、このさ、この佇まいよ、このもともと目隠しを取ってるこの佇まいね、なんじゃこれは、すごいね、かっこよすぎるんですけども、まずは、ちょっと、やっていこうかなと思うんですけども、まずは、体術358番、今回ちょっとあの階層が規格外なんで、バフは全然捨ててへんねんけど、まあいかほどというわけでダメージ結構入るんじゃないかな。これはなんぼ入った、なんぼ入ったか見えなかったんですけども、5万ぐらい入らへんかった今。5万9000、8000、5万入ってるわ。ちょっとあの3段階の栄養をお楽しみいただいてますよ。もうこれちょっと待って、バフしてへんで、こっち。嘘やろ、バフしてへんのに5万入んの。バフしてへんのに5万、五条先生ってこんな強かったっけ、五条先生ってこんな強かった。7万、国戦入ったら7万入っとんねん。ほんで国戦出たら会心発生率がアップするっていう、ここも五条先生得意なんですけども、そんでお次、ね、お前をちょっとねクソみたいにラン出していくんですけども、これもまあまあ入るんじゃないかなダメージ。はい、うーわ恐ろしいね今の、何今の、何めっちゃ怖いやん、ひねり潰すかのごとくのダメージこんな入るんか。ほんで必殺がたまりましたわ、というわけでちょっと次必殺ぶち込んでいくんですけど、まずはこれ強者の余裕、これ必殺打つ一旦手前に打ったらこれバカほどなんで、はい、ダメージいかほど、はい、これちゃうわ、はい、まあこんな感じで、はい、あえてクソって真ん中のおデブちゃんが今激おこプンプン丸なんでダメージアップしているんですけども、これ一旦だけなんであんま関係ないね。で非ダメージアップ、されてるんで、これでちょっと必殺技ぶち込んでみましょうか。敵複数体いるんで分かりにくいんですけども、階層スクでもぶち込んでいきまして、これでね、まあどんだけ入るかなんですけども、かっこいいな、めちゃめちゃかっこいいわ、ブジャーンってなんか、うーわ素晴らしい、60万階層スキルだけですわ今の火力。あのこの学長ちゃんでバフしてへんのにもかかわらず、なんか60万叩き出しましたね、バグっとんな火力。ただしかし、撃った瞬間にあの後片付けを僕らになすりつけて変えるっていう、荒らすだけ荒らして変えるっていうね、はい、これはちょっと飼い主犬みたいな、なんもうんこの処理せんとどっか行く犬みたいなね、そういう状況ですわ。でっかい踏んだけしてどっか行ったんですけども、ただね、これ乙骨とパーセンテージ一緒やから、限定キャラの乙骨とあの必殺の火力が一緒ってやばいよね。やっぱりそう考えたら、限定キャラと工場キャラが火力一緒なんてやっぱりバグってますよね。で7ターンでやっぱり変えんのがめちゃめちゃ惜しいんですけども、やっぱり気になるところは上後で使えるかなんですよね。これに関しては上後でどうなんのかってお話なんですけども、これ上後でちょっと使ってみましょうか。上後エクストリーム2で、パーティー的にはここに上後ぶち込んで、これぶち込んどいて、
まあそうやな、あと一人誰にしよう。ここって大体あと一人誰やったっけ、ちょっと覚えてへんねんけど、まあ板取りとかでいいかな。板取りぶち込んどいて、まあここジョーゴぶち込んで、これに関してはまあホイやっといて、ホイやっといて、こんな感じで、これでどんだけダメージ入るかやな。無凸やで、無凸なんでね、あれなんですけど、無凸にしてもまあまあさっき軽く入ったんでね、ちょっと楽しみではあるんですけども、ね、まあここに関してはアホほどバフ積んどいて、動くな打っといて、耐えていただいて、まあ、これは集中打っとくか、集中分まいといて、これ五条先生必殺たまるか、たまらへんな。これ領域に入ってから必殺打たなあかんっていう可能性しかないんですけども、まあ別にどうでもいいとして、はい、と領域内で必殺ってどんだけ軽く入るかみたいなちょっと見てみたいんですけども、これ次たまるかな、次の次か、ここ頼むからスタン刺さってほしいんですけど、刺さった、えらい、ここの犬負けえらいわ。これで防げ打って、ここ強者の余裕ぶんまいて、まあ、ここも集中打っといて、これで、あーっと、ジョーゴが次なんか帰ってくんの、まあどうでもええわ。はい。ここに関しては、まあダメージアホほど。あ、全然入らへんかった。素晴らしい。そんで、次、打ってみましょうかね。必殺技。領域内に入った惜しいな。まあええや、別に。まあ、どうせアホみたいに軽く入るんで、ダメージアップしてもどうでもいいんで、やっていくんですけども、これで、で強時2回発動してバフも打ってるんで、これどんだけダメージ入るか、もう領域内であれなんですけども、まあダメージ以下ほどというわけで、強時打って、まあ板取りも付与していきまして、ブチンと、これまあまあいい火力入るのではないかなと思うんですけども、すごいかっこいいね、やっぱかっけーわ。以下ほど75万、必殺カウント減少というわけで75万か。領域内にて75万、板取りが全国戦で10万なんで、全国戦板取り貫突30万で、五条先生無突必殺レベル6で70万、出すぎてないか出すぎてない火力、無突やで、無突やで、今の五条先生、僕の板取り貫突やで、僕の板取り貫突やで。あ、そんだけ火力入るんか。なるほど。領域出たでしょ。板取りレベル7なんでね。700%といえど貫突なんで。あれなんですよね。あれなんですよ。あ、今ちょっとなんかしないと語彙力死んでんねんけど。そうですか。ちょっと待ってや。これ領域外で必殺打ちたいな。領域外では必殺から打てへんのか。どう頑張っても必殺打てへんのか。ここ板取りじゃなくて、ここ伏黒にしよう。そうしよう。伏黒にしよう。そうしようで、これここ打って、並び替えでこうやって、ここ、これここやっといて、これでなんとかなるんじゃないか。これスタン2枚重ねで、領域外でどんだけダメージ入るかやっぱり見てみたいよね。ここに関してはまあぶち込んで、動くな先にこっちから発動しようか。矜持ぶち込んどいて、はい、とうーんでもってスタン刺した、えらい。そんでここもぶち込んどいて、ここスルーで、ここガマちゃん打っといて、ガマちゃんもう一回打てんな、えらい。そんで会心発生、そんでガマちゃんもう一回刺さったらえらいねんけど、刺さったらえらいねんけどな、ガマちゃんえらいわ。ここ刺さったんえらすぎる。そんでこの辺からバフ打っとくか。動くな打っといて、ここ耐えていただいて、次なんで刺さらんねんボケー。スタンってそういうやつやったっけ。スタンってそういうやつやった。あの一人につき、こういうのなんかあるって僕は聞いたんですけども、ちょっと違ったらしいですね。ここ動くな打っといて、まあここ強者の余裕は打つ必要ねえな。
また領域に入ってしまったんですけども、まあ別にどうでもええわ。あのどうせアホみたいに火力入りますんでガマちゃんも撃っといて、強磁撃って、まあ、これちょっと火力見てみましょうかね。はい、とヒラメージもアップしていきまして、スタンさせて、はい、と塾長でバフしていきまして、はい、とまあこれでどんだけ火力入るかなんですけども、そうやな、領域外で必殺撃つのちょっと難しいな。ジョーゴに関してはこれダメージどんだけ入る、まあまあ入るくないか。これいかほどかっこいいな、何回見てもどんだけ。無事127万というわけで、127万か、なるほど、127万か。これあれやな、これカエルがなかったらめっちゃ強いな。変えんのが惜しいわ、これ変えんのが惜しいな。ただまあもっと考えればいい使い方あると思うんですけども、今最大限思いつく使い方これなんですけども、変えんのが惜しいな。ジョーゴの領域外で必殺撃つんがちょっと難しいね。やっぱり赤の五条先生と比べたら必殺技が200重いんで、そこもやっぱりちゃんとしてるわ。赤の五条先生との差別化ちゃんとしてるわ。